先生、お久しぶりです。お久しぶりです。前から作っていたマシーンが、これすごい進んでますけど、まだこれはボディの初期段階ですね。これだけ大きなボディ作るのってすごい苦労しますよね、はい、そうですね。まずこれの肩起こしの部分でやはりこれだけ大きいので苦労はいろいろありましたね。この型を作るのに、はい、まずやっぱ発泡スチロール的なウレタンフォームかなんかを使うんですかね、はい、建材のスチレンボードですね。商品名であのスタイルフォームっていうものなんですけど、断熱材に使うものを全部積層しまして、それを切ってという形でやってます。でそのスチレンボードは実はあの発泡スチロールと一緒で、この FRP の樹脂とかがかかると溶けてしまうので、専用の発泡スチロール用の樹脂を一回コーティングしてます。そんなのがあるんですか。あります。発泡スチロール用の樹脂をその発泡スチロールに塗ったら表面がコーティングされるんですか。コーティングされます。あのいわゆるこの FRP の樹脂と同じポリエステル樹脂なんですけど、中に入ってる成分でその発泡スチロールを溶かさないような、あの溶かすものが入っていないポリエステル樹脂があるので、はい、それで一回コーティングをしてます。吸収はされないですか。もう表面ですぐに定着しちゃう感じですか。定着します。見た感じは全くこの FRP の樹脂と一緒です。スチレンボードにつけるとじわーっと溶けていっちゃうんですけど、はい、それが溶けていかないで普通に FRP を塗るみたいな感じ、塗料を塗るような感じですよね。そうですね。で当然それ表面が荒れますので削って一度パテを入れてます。まあ、これと同じように表面がデコボコに上がるのでパテを入れて、その後プライマーサーフェーサー、下地塗装をして、下地塗装を一回水研ぎをしてツルツルにして、さらにそこにあの離型剤のワックスのものを塗って、さらに今度はフィルム状のスプレーの、塗り込む離型剤を、よくあの金属に貼り付いてる透明なフィルム、そうですね、あの膜みたいなやつです。そうですね。でそれで FRP を貼ってます。で通常は本来はそこにゲルコートが入るんですけれども、はい、今回はその製品として使わない部分ですので、その離型剤から直に FRP を貼ってます。今ここ結構デコボコ段差があるじゃないですか、はい、この段差っていうのは絶対多分浮いてくると思うんですよね、そのまま貼った場合って、はい、どうやってこの際を抑えてるんですか。まずあの大きなパーツでやるとどうしてもクロスとかマットってその形に馴染んでくれないので、これは全部細かいパーツで切ってます。例えばここだったら 1,2,3,4 枚のこういう三角形のパーツで、でこの角の部分は密着させるために FRP のクロスを使ってます。編み込んでるやつは密着するので、ちょうどガムテープぐらいの幅のものがあるので、それでこの角はクロスでやって、面のところはマットでやってっていう風に、でこの全部それぞれのパーツで、作ってます。で今これ表面が結構デコボコしてるので、これをやっぱ後々は慣らしていく必要があるんですよね、はい、そうですね。本来でしたら FRP の成形の場合は、型から FRP を貼ってメス型を作って、でそこにゲルコート等を塗って FRP をもう一度貼って出来上がったものが製品というのが普通の FRP の成形のセオリーなんですけれども、ちょっと今回は時間的な制約があるのと、今回作るのは一点物ですので、極端な話スチレンボードの型は壊れちゃっても構わないので、はい、この時間短縮のために FRP を貼ってボコッと外してこれを製品として使ってます。ただその作り方をするとどうしてもこう型にはめた状態でこの厚みの分だけ全体が大きくなるので、その分元のその型の寸法を大体まあ5ミリぐらいなんですけれども小さくして、でこの表面が寸法図に合うような形で型を少し一回り小さく作ってます。そこまで計算するのは ね、僕だったら計算できないですねまあそれでもやっぱりどうしてもアナログ的なことでやっているので、今現時点でも寸法誤差は3センチともしかしたらもう少しぐらい誤差がありますね、はい、その辺はもう現物合わせというところになってきます。エンジン的なところは全て完成してる形になるんですか。そうですね、あの主要部品はくっついてます。ただあのこれまだあの電気配線と燃料配管、それとブレーキ配管、冷却水の配管ですね、これが今ちょうどやってる最中で、今現状では走れる状態ではないです。あの青木先生、はい、これ今進んでるんですけど、はい、また僕にもなんか手伝わせてください。あ、ぜひお願いします。今私が溶接した場所ってどこのパーツになるんですか。今このボディをシャシに固定するために、前側はもう割ってるんですけれども、今ここの支えの柱が仮で入れてあります。はい、これの延直で出して固定した後、この
ボディと骨格をつなぐブラケットですね。こんな感じでつきます。ほうほうほう。ただ実際今ここの寸法が合ってないのと、少しこれ角度がついている鋼材ですので、その角度を調整してから、本溶接という形になります。このボディは最終的に脱着できるようにしたいので、一応ボルト止めというふうにしてあります。はい、これがさっきの大元のやつになるんですかね。そうですね、これがFRPを貼るために作った型になります。完成図としてはこれが走るっていう感じですかね。そうですね、この大きさになります。で、前回もありましたけれども、これが10分の1のモックアップで、これを元に今度は原寸大にしてという形ですね。ほう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 。さあ、そして青木先生、はい、今回そのこのスタイルフォームを切るのに使ったのがこちらですか。そうです、自作のニクロムカッターです。何メートルぐらいあるんですか、このニクロム線。これは2メーターで作ってます。2メーターもうないから作るしかないですよね。そして今この僕のこっちに見えるこれがお尻の部分ですね。そうですね、後ろ3分の1です。これまたいろいろ立体を苦労されてるみたいで。そうですね、まずは型を削るところから苦労してますね。この横の円形の部分を丸くまっすぐ作るっていうのが、まず大変です。で、今見てこれ思うんですけど、ここを抜く時も、もうこれほじくるしかないですよね、多分。そうですね、なかなかスポって多分抜けないので、ここはちょっと複雑な形すぎたので、もう壊す前提でこれは外してます。これからどうしていく予定ですか。3つのボディの寸法が出ましたら、まずこのセンターボディは今乗員が乗るための窓であるとかドアの部分がないので、その辺の開閉機構ですね、そういったものを作っていく予定です。で、あと、前後に関しましても、当然後ろはエンジンですから、エンジンルームが開くようにする開閉機構で、実はフロントのオーバーハングが長くて、現状ですと今うちの学校のスロープが登れないんですね。ちょっと実習場から出来上がっても実習場から出せないのでは困るので、まあイメージとしては昔のコンコルドの頭がこう上下したと思うんですけれども、はい、あんな感じでちょっと少しフロントが上がるようにする予定です。それではあなたのカーライフが楽しくなるように、レッツカーエンジョイ。OK です。さすがやっぱ慣れてるだけあって、いやいやいや恥ずかしいですけど。さあ、皆さん今後どうなっていくかね、お楽しみください。お楽しみください。間に合うんですか先生。間に合わせます。間に合わせます。はい。